類塾とは、株式会社類設計室が運営する大阪府、奈良県に68教室を持つ学習塾である。類グループの一企業で、公立高校の大阪府級第一学、第二学、第三学区を呼び、奈良県に教室を展開している。2014年、教える教育は終わった、をモチーフに、講師が一方的に解説する講義型授業から、生徒がグループで課題を調べ、 議論し、解決していく、追求型授業、に移行2017年には、追求心の塊である赤ん坊はみんな天才。赤ん坊の頃の追求心を取り戻せば、誰でも天才になれるというコンセプトのもと、追求型授業を進化させた、天才教室を開校した。類設計室が運営している。2006年4月に始まった。 熟成のみならず、一般の人々も利用することができる。基本的には勉強のヒントなどを掲示板形式で投稿している。類塾の2020年、大阪府立購入市の広告各一強化については、上位200位まで、総合は上位500位が掲載されている上位者、一覧特典表が、個人のテスト結果などとともに郵送され、それよって自分のレベルがわかる。 また公開テスト時に志望校を提出し、郵送時に自分の的確な地位と場所を教えてくれる。そして何回かに1回授業アンケートを行い、授業の改善を行っている。2018年に公開実力テストは、類熟独自の公立模試に変更された。大阪府公立高校の入試形態に合わせたものとなっており、数学、国語、英語は A、B、 C 問題の3種類がある。熟成が自分の受験する高校の採用する試験問題を選択して模擬試験を受ける形となっている。なお、B 問題の模擬試験を受けた場合でも C 問題を採用する学校の志望校採点を受けることはできるが、その信憑性は不明である。子もたちの生きる意欲と追求心を再生するの理念のもとに解説された。アクティブラーニング。 探求家といった教育界の取り組みの先駆け。現実の社会問題や現象を対象に興味を持ったことや調べてみたいことをご教科の枠を超えて探求していく。追求した中身が現実とつながることで意欲も成果も上がるとされる。テーマ例小学生から中高生、大学生、社会人、主婦、経営者まで年齢や立場を超えて最大300人が 一度に開し、現実課題を追求する。生々しい社会現象をテキストに、5から6人の小グループによるグループ追求と劇場会議による全体追求を繰り返すことで、現実課題の背後構造をつかむ、構造化力、思考を深めた人に伝える、言語能力を磨くとされる。類塾、探究科の生徒は、学習で実現塾に参加できる。 テーマ例2017年7月2日付の毎日、新聞において、類塾の運営母体である類設計室が、講師ら職員の大半を取締役に就任させることで残業代の支払いを免れていたとして、講師らから残業代などの支払いを求める訴訟が相次いでいると報じられた。講師らの代理人の弁護士からは、名ばかり取締役にされているとして、 類設計室の対応が問題視されている。類塾講師を名ばかり取締役残業代未払い提訴も毎日新聞2017年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月2日閲覧ありがとうございます。